皆さんこんにちは。今日は最近の毎日コスメとスキンケアを紹介します。まず朝のスキンケアは最近9点購入品動画でも紹介したサイニックの化粧水と乳液です。軽いつけ心地でとにかく低刺激なので肌に負担なく使えます。保湿力は高くはありませんが、この時期の朝のスキンケアにはちょうどいいです。たっぷり塗って肌になじませるために1分ほど放置してから日焼け止めを塗っていきます。最近のお気に入りはジョンセンブルのアンプルサンという美容液のような日焼け止めです。これは韓国コスメのスキンケア情報サイトファヘにおける注意成分20種類をすべて排除しているので、マスクで敏感になった肌でも使えます。アンプルという名前の通り美容液のように肌なじみが良く、ジェルのような軽いテクスチャーでたくさん塗っても白浮きすることはありません。爽やかなレモンの香りもして、使い心地と低刺激を叶えた理想的な日焼け止めだと思っています。その後にはラネージのメイクアップセラムを下地として塗ります。肌がふっくらすることとジェルの中の成分が潰れて自然なツヤを出してくれるのがお気に入りのポイントです。あとは少しベタっとするテクスチャーなのでファンデーションの密着度も良くなります。ベースメイクに使うのは以前クッション比較動画でも紹介したマスクをしても崩れにくいヘラのブラッククッションとジョンセンブルのロングウェアクッションです。ヘラのブラッククッションは最近リニューアルしたほどベストセラーのクッションで、マット寄りな質感の肌になります。ただスキンケアと下地でしっかり保湿しているので、乾燥肌の私でもそれほど乾燥する感じはしないです。このクッションはマスクにつきにくいというメリットはもちろん、マスクを取った後の肌がドロッと崩れることなく綺麗なので、クッション比較の動画では総合的にトップに入りました。最近使いすぎて中身がパサパサしてきたので、なくなったらリニューアル後のものを買おうと思っているほどこの時期に活躍するクッションファンデーションです。同じ頻度で手に取ってしまうのがやっぱりジョンセンブルのロングウェアタイプのクッションです。何度も紹介しているので聞き飽きたという方もいるかもしれませんが、崩れにくさはヘラに匹敵するほどなのに低価格で、よりナチュラルな仕上がりにカバー力も抜群です。今までツヤタイプのスキンヌーダーを使って好きだった方には、ぜひこの春夏にロングウェアタイプも使ってみてほしいと思います。ちなみにこれももうなくなりそうなのでリフィルを買う予定です。外出するときにパウダーをつけるのですが、最近はメイクアップフォーエバーの HD ウルトラパウダーを使っています。これはリニューアル前にアメリカで購入したものなのでパッケージが違うのですが、韓国のアーティストさんからも支持される人気のパウダーです。以前使っていた時はマットになりすぎて苦手だった記憶があるのですが、最近ブレンディングブラシやパウダーブラシで軽く取ってつけるようにしたら、とてもナチュラルにセットしてくれるので気に入ってまた使い始めました。イニスフリーよりもしっとりとしている印象で、薄い膜で肌をサラサラにしてくれるのが好きなポイントです。底見えしているので今年の夏しっかり使って使い切りを目指そうと思います。続いてはアイブロウです。最近初心者さん向けコスメの動画で紹介したものがやっぱり普段使いしやすいなと思ってそのままポーチに入れています。目元はコーラルやウォームトーンのブラウンを使うので、どれも温かみのあるダークブラウンで揃えています。セザンヌのアイブロウパウダーはしっとりとしていて密着力が高いのに、ふんわりしたナチュラルな眉毛にしてくれるのがお気に入りです。これでグラデーションを描いた後にケイトのアイブロウペンシルで毛を足すように描き足していきます。色が濃すぎずとても細いペンシルなので使いやすいです。一度スクリューブラシでぼかしてから、最後にデジャブのアイブロウマスカラで毛の流れを整えます。カチッとした眉毛ではなくて、ふんわりとした優しい印象の眉毛にしてくれるのがお気に入りのポイントです。あとしっかりメイクしたいときはイヴ・サンローランのラディアントタッチとコンシーラーブラシを使って眉尻の輪郭を整えると、はっきりと境界ができてワンランク上がる気がするので好きなテクニックです。続いてはアイメイクです。アイメイクはアンリシアとホリカホリカのアイシャドウを最近よく使用しています。特に韓国のヴィーガンブランドでグリッターが有名なアンリシアのアイシャドウパレットは本当に優秀です。しっとりとしたテクスチャーの中に透明感が出るような大粒のグリッターはもちろん、マットシャドウもしっとりとして肌に溶け込むような柔らかな粉質になっています。コーラルもブラウンもこれ一つでいろんなメイクができるのが最近手に取ってしまう理由です。アンリシアのグリッターは正直初めて使った時にすぐ今まで使ってきたグリッターの中で一番だなと思いました。私の中ではヒンスのグリッターが一番テクスチャーとしていいかなと思っていたのですが、アンリシアの方が一切ラメ飛びしないような柔らかいベースのテクスチャーだからか、
ラメの刺激を感じにくいです。また肌にぴったりと密着してくれるので、グリッターが好きな方はどのアイシャドウパレットよりもアリシアをおすすめします。くすんだカラーが使いたいときはホリカホリカのアイシャドウを使うことが多いです。これは新色のメリーというカラーで、マット3色にラメ1色の配色となっています。マットの粉質はエアリー感のある粒子の細かいテクスチャーで、ブラシでのせると綺麗にブレンディングしてくれます。ラメも細かめでキラキラ光るので、まぶたにのせても涙袋にのせても可愛いです。マスカラはロム&の新作のものを使うことが多いです。ロングタイプを使っているのですが、繊細に伸びてくれてナチュラルな仕上がりになります。一番近い使い心地はミュードのマスカラかなと思います。カール力も十分ありますが、お気に入りのヒロインメイクやクリオのマスカラにはあと一歩及ばないぐらいです。マスカラにナチュラルな繊細なまつげとカールキープの2つを求める人は気に入るかなと思います。がっつりまつげを上げたい時やブラウンマスカラを使いたい時は、やっぱりヒロインメイクに手が伸びてしまいます。こういう明るすぎないダークブラウンのマスカラは一つあればウォームトーンメイクの時に活躍するはずです。チークはアピュのパステルブラッシャーをベースに使っています。ほとんど発色しないぐらい薄付きのチークなのですが、ファンデーションの上からつけるだけで油分を抑えつつ肌に温かみを出してくれるのが好きなポイントです。アイメイクとリップに色物を持ってくるとチークの色でごちゃごちゃすることがありますが、こういう肌色に近いものを使ったり、ベージュ系のチークを一つ持っておくと統一感が出しやすいと思います。アイメイクにブラウン系の色を使うときは、可愛いコーラルカラーをチークに持ってくることが多いです。特にロム&のピーチカラーはピンク系でもオレンジ系でも合わせやすい絶妙なカラーなので、使いやすくて気に入っています。アイシャドウと同じ柔らかめのテクスチャーなので、ふんわりとしたメイクができるのでおすすめです。ハイライトはアイハーブで購入したエルフのものを最近は使っています。このハイライトはしっかりプレスされているので、表面を削ってから使うということで有名です。肌なじみのいいシャンパンゴールドで、しっとりとしたテクスチャーなのでナチュラルなツヤが出せます。少しパッケージがチープなことだけを除けば、デパコス級の上品なハイライトです。続いてはリップです。最近手に取ってしまうのはやはり大好きな 3CE のリップティントです。結構濃いめに発色するので、アイシャドウを薄めにして使ったりしています。このリップティントは保湿力の高さと発色の良さ、ティント力ともに私の中ではトップに来るような製品なので、ポーチの中に絶対入れておきたいリップです。ココア系の香りがしなければ本当に100点満点のリップティントだと思います。最後にピンク系メイクをするときはエスポアの新作リップを使っています。これも最近購入したばかりなのでまだテスト中なんですが、透明感のある発色とツヤがとても綺麗です。それなのに 3CE のリップと同じぐらいティントしてくれて色が定着するので、マスクをつけても問題ないですし、飲み物を飲んでもコップに色がつきにくいのも気に入っているポイントです。この動画をお楽しみいただけたら、高評価チャンネル登録をお願いします。商品の詳細は概要欄に載せておりますので、ぜひご覧ください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。